ありがとうございます。こうやって皆さんと会えたことの嬉しさ、日常の当たり前だと思ってたことがこんなに嬉しいんだっていうのを改めて感じて過ごすことがよくあります。で、今拍手いただかなくても出てっちゃおうかなと思ってたんですけれども、拍手いただいたので出てきました。本当に本当に早くコロナなんてどっか行ってしまえばいいなって思います。でも随分去年からでもうみんなが慣れっこになってきてるのも確かです。ワクチン接種というのも進んでるようですけれども、本当にこのワクチンというのが全てを消してくれるわけではないというふうに言います。どうぞ皆さんお体に気をつけて元気でいてください。そしてまた大きな会場でみんなで笑ったり大きな声で歌ったり歌を聴いていただける、そんな風な日が戻りますように願うばかりです。では本当今日のお別れの歌はなんだかね、また今度会おうねとか電話ありがとうでそれで終わっちゃうんですね。以前だったら今度いつご飯食べるとか今度遊びに行くねってそんな話ができたんですけれども、でそれっきり会えなくなってしまった友達も去年から何人もいます。なんかどんなことがあってもいつも心はつながってるよって、そんな思いを込めた歌を作りました。なでしこで候。誰にとっても特別な季節に日常の花を咲かせたい。土の中でそっと芽吹く、例えば薄くれないの花。日々を楽しんでいますか？きっと泣き笑いですね。大丈夫よ、一人じゃないわ。だから一人生きても行ける。会えなくても猫は同じ。なでしこで。風に揺れる挿絵は濃い紫の花。今朝は窓を開けましたか？昨日閉ざしてた窓を。大丈夫よ、寂しく